白菜の栽培を始めます、はい、今回は種から始めます。買ってきたのはダイソーのプレミアムシリーズ1袋100円の方のイエロースター白菜という品種を買ってきました。黄心白菜ですね。種まきして65日ぐらいで収穫できるようです。で、中の種を出してみました。はい、100円でいっぱい入ってますね。そうやな、まあ細かいけどね。すごいね。これ10粒20粒で売る方が大変やと思う確かに。はい、これを巻きます。種まきバイドを使います。そのままだと水を弾くので、まあ触ってこう固まる程度に水を湿らせました。で、ポットに一応まあすり切りぐらい一回入れて、で、トントンします。はい、これで、今回6株育てようと思います。これに種まきします。はい、一つのポットに今回は4つぐらいいこうか。あんまり間引くの好きじゃないけど種がいっぱいあるんでちょっと気持ちが大きくなっています。いや、まあ4つぐらいは最初やってた方がいいんじゃない。全部発芽してさ、うん、またいっぱいなんかこう間引くのが辛くなって、うん、植えて収集つかなくなるっていうのありがちですけど、うん、気がちっちゃいけどはい、はい、じゃあ植え付けます。うわ、もう静電気で種が暴れまくってるけど、ギャー、蚊も来るし。はい、いきます。ちっちゃいからやんにくそうやね、うん、もう全然映ってないと思いますけど、うん、一粒ずつ種を一粒ずつ入れてんの。今二つ入ったな、うん、あ、二つ入った。もうええわ、うん、ええやろあ、二つ入った。もういや、もう一つや思とっても一つじゃないかもしれない、うん、蚊が、はい、もうあの いっぱい入りました。もういいな。はい、うん、で、まあ、これでいいかな。本当は乾いたやつ上からかけたいとこやけど、うん、まあいいんじゃないですか。いいですか、うん、知らん。強い人だけが出てくるでしょう。はい、これで、はい、あとはもう一回ちょっと軽く水かけます。はい、最後に水かけます。はい、はい、できました。はい、出てきてね種まきしてから2日経ちました。なんともう双葉が次々と出始めています。はい、早いですね。はい、種まきして3日です。かわいい双葉が並んでいます。はい、白菜は本葉が増えて順調に育っています。で、今日も最高気温33、4度という感じで、まだまだ暑いので、直置きするとポットの地熱が上がりすぎないように、ちょっとこういうのを下に置いて浮かせて栽培しています。で、アブラムシ対策としてニームスプレーを拭いています。はい、もう少し大きくなったら1ポット1株になるように間引こうと思います。はい、それではこれで栽培を続けます。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コミュニティ欄も見てね。グッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。